エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。 今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。 頂上戦争から2年、世界情勢は大きく変化していた。海軍本部元帥戦国が職を辞し、新たに赤犬が元帥に就任。それに先立ち赤犬と決闘し敗れた青木は海軍を去った。また白髭の死により空席となった四皇の一席には白髭の能力を手に入れた 黒ひげが収まり、日に日に勢力を増している。かつて超新星と呼ばれていたルフィと同期の海賊たちは今や最悪の世代と恐れられ、すでに新世界で名を上げている者もある。一方、頂上戦争から沈黙を守っていた麦わらの一味はルフィのメッセージ通りそれぞれ修行に励んでいた。ルフィ自身も
してるかな。早いとこ探して合流するか。ホールエレファントだ。ロビンの目撃情報があった。下見つぶして探せ。はっ、よっ、うん、せい。ポケット。オーダーマン。はっ、よっ、うん、せい。海軍に出くわしちまうからな。だが、こんな足の回じゃねえ。ポケット。集まったらすぐに出航できるようにサニー号の周りを安全にしておいた方がいい。ルフィが心配で来てしまったのやはり海軍が警戒を強めている。海軍麦わらの一味を確認しました。地球応援を願います。とうとう、奴らはいつか必ずこの島に再集結する日が来ると分かる。相手はあの麦わらだ。パシミスターを出すぞ。あいつは2年前パシフィスタの相手は我らに任せよ。ウーゼン、ホールエレファントだ。あの麦わらもルフィの仲間なんだぜ。私たちの偽物がいるみたい。騒ぎを起こされると海軍がやってくる。Let's go!
で準備は万端だぜ。海賊狩りのところ、やはり生きていたんだ。捕らえろ。船を探してるだけだってのに、次から次へと海軍が現れやがる。あれはゾロかしら。早く合流しないと騒ぎが大きくなって海軍だらけになるわ。最高のラストライブだったぜ、マネージャー。今までありがとう。待てブルック、引退されちゃ商売上がったりなんだよ。ブルックが誰かに追われてるみたい。早く助けてあげた方が良さそうだ。おかしいぞ。よし、終わり。あれは生身の美女。排除する。排除する。ウラの一味を確認しました。地球応援を。救出しないと手遅れになるします。よっ、お久しぶりですね。
動を乗せて動き出したあいつの名はアーマード。これ。俺は一体こうしちゃいられねえ。サニーゴに急ごう。だけじゃねえ。この体にはたくさんの機能があるんだねか。ゴミにビッグ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 にゾルと一人失う方が良さそうか。また迷子になると困るし。そっちに船はねえって。サニー号はあっちだ。もう迷うなよ。まだ捕獲できません。2年前とは比べ物にならない強さです。当然だ。奴らを舐めすぎてねえか。とにかくワイが行くまで耐えろ。なんと懐かしい皆様。ゴールにねえのか。2年ぶりにパンダ先生よろしいでしょうか。2年前も見せたことないわよ。なんだ、意外に近いじゃねえか。ゾロ一人じゃ、たどり着けてねえだろ。送り届けてくれて、助かった。全員揃ったようだな。急いでサニー号に乗り込め。どっかで会いそうな気がする。ベイリー、2年間本当にいろいろありがとう。早く行け。ベイリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあベイリー、行ってくる。ああ、
点まで行ってこい。おじゃ、どこの誰だお前は。ロジャー、すべてが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。出航か、ナミ。ええ、どうぞ、船長。なんじゃ、野郎ども、2年間も俺のわがままに付き合ってくれてありがとう。出航。